ジョーダン EJ15 は、ジョーダングランプリが2005年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。ティアゴ・モンテーロとナレーン・カー・ティケアンがドライブした。ジョーダンチームとしては、最後の F1 マシンとなった。フォードは2004年末にコスワースの売却を決定し、ジョーダンは2005年シーズンに使用するエンジンが、決定しない状態であったが、 すぐさまトヨタがワークスと同等のエンジン供給を決定した。チームは2005年の初めにミッドランドグループに6000万ドルで売却された。ジョーダングランプリの名称は登録の関係上2005年シーズンも使用されたが、チームは翌年 MF1 レーシングに名称を変更した。2005年シーズンを通してジャーナリストはミッドランドが長期間フォーミューラ1に参戦するか疑問を呈した。 噂はシーズンを通して広がり、エディアーバインがチームの買収を希望していると誠しやかに囁ささかれた。チームは2名のルーキー、モンテーロとカーティケヤンを起用した。EJ15 はグリッド広報の常連であった。チーム最後の表彰台はアメリカ GP でもたらされたが、このレースはミシュランタイヤ勢の自主リタイヤにより、ブリジストンタイヤユーザー6台のみで争われたものであった。 モンテーロはベルギー GP で8位に入ったが、これが上段最後のポイントであった。チームの最終戦、モンテーロは11位、カーティケアンはリタイアという成績であった。モンテーロは16戦連続完走という新人の最多記録を作った、イタリア GP にて、ありがとうございます。